笹ヶ峰から望む石槌山脈の山々、石槌山脈は四国山地西部に属する石槌山を最高峰とする山脈である。石槌山地とも呼ばれる。愛媛県高知県の県境またがる赤稜をなし、北は中央構造線に接し、南は仁淀川支流、西は熊川、東は吉野川が刻む大ボケに至る。東北と西南西方向すなわち、 中央構造線と平行2800メートルから2000メートル級の山々が連邦をなし、東側では高度を次第に下げる。両線は父山の分かれから二股に分岐し、北側の尾根筋は赤石山系を経て、鳳凰山脈となる。中央構造線沿いに、新居浜平野、道前平野へと落ち込み、東西50キロメートルに及ぶ石槌断層崖を形成する。 実質的には、西南日本の外帯である南側編成帯に属し、結晶変岩を基盤とする。亀ヶ森の姫2000石原や皿が、峰の龍神平など、龍基順平原の残物と推定される平坦面もしばしば見られる。一方で石槌山などは、約2万年前の最終表記における、周氷河作用による岩石の破砕により、険しい岩漁となったものと推定されている。 中国山地よりも標高が高いため、冬季には中国地方を乗り越えてきたシベリア気団による季節風が吹きつけ、気象は若干日本海側との類似性を示す。そのため道前平野から新居浜平野が比較的温暖であっても、石槌山脈の山々は雪を抱き、冷え込んだ朝には無表現象も見られる。西条市や新居浜市などはこれらの山々のため地下水に恵まれ、 瀬戸内側ではあるが滑水に見舞われることは少ない。特に、石槌山直下の西条市の湧水の内抜きは、名水百線に選定されている。吉野川及びその支流の道山川、二淀川などの一級河川、国領川、鴨川及び中山川など、瀬戸内川の二級河川は、石槌山脈を源流とする。石槌山を中心とする西部の山岳及び、 おもごけは1955年に、石槌国定公園に指定され、笹がみねを中心とする地域は1982年に、笹がみね自然環境保全地域に指定されている。おもごけから土小屋に至る石槌スカイラインや、土小屋から伊予富士を経て、寒風山水道に至る亀ヶ森林道など、観光道路が建設され、登山は手軽になった一方で、 石槌スカイライン建設に伴うおもごけ営の落石など環境破壊も問題化した。標高約1700メートル以上は気候的に阿鉱山対信用樹林となり、二の森、石槌山から亀ヶ森にかけての山頂付近の狭い領域や笹ヶ峰東側斜面などには四国調べの群落が見られる。さらに岳干場や米筒つつじの群落、山頂は いぶきざさなどに追われる。このような阿公山帯は日本における南限にあたる。阿公山帯の下部は、ブナや、ウラジロモミなどの落葉紅葉樹林となる。ラが、ミネニシ。赤木山南北。青、滝山東ずま。銅が森。五代が、森倉瀬の島山が森。二の森。石槌山。 鶴の子の頭。つつかみの山岩黒山。手箱山いぶき山。小餅権現山。亀ヶ森。西黒森。次年子の頭。東黒森。伊予富士。寒風山。笹上峰黒森山。父山。寒山西赤石山。平家平東赤石山。 三も森山にったけ。大座礼山。東高森山赤星山。玉取山とよけさん、さざれお山水は峰。奥高石山。かが氏さ山。土地山。笹上峰。三宝寺山県の山。野かの池山塩塚本。黒流山。ここでは石槌山に西の観学。 三角天山、三仙、天狗岳、南先方、八幡岩の三階を含む。ありがとうございます。